だから行政の協定やけど、総理大臣がそれに認定するわけですよ。総理大臣がその中国代理人やったら、やんしょうがないわけです。ほどほどステーション、セカンド。セキュリティクリアランスは、いろはの命。スパイ天国日本。日本会議唐津が提供します。ほどほどステーションセカンドの時間です。進行は私 MJ です。そして本日のアシスタントは、はい、ふんちゃんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さて本日のテーマは、セキュリティクリアランスはいろはの命、スパイ天国日本です。本日の解説はゆうちゃんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。令和6年5月10日参議院でセキュリティクリアランス法が可決されました。今回はその概要、意義、問題点を探っていきたいと思います。それでは、ゆうちゃんからですね、まずはちょっとスパイのことをですね。はい、そうですね。はい、はい、まあさ、まあ、このセキュリティクリアランス法案っていうのは、まあ、いろんな情報を統制するためのですね、法案なんですけども、まあ、スパイってですよ、まあ、中国に反スパイ法っていうのがあったんですよ。はあ、あるんですか。まあ、あるんです、うん、中国反スパイ法っていうのが特に強化されてですね、で、2014年に反スパイ法っていうのがその中国で、成立してからですね、翌年の2015年以降ですね、日本人がスパイ行為に関わったなどとしてですね、拘束されるケースが相次いで、これまで17人拘束されてるんですよ。スパイじゃないようなことしてでもスパイ法で捕まったりしますもんね。まあ、原因がわからんかったですよ。そうそう。で、まあ、実際ですね、令和5年の3月にですね、中国国内で日本 の、 そのアステラス製薬の社員が、スパイ活動を行った疑いがあるとして、中国国家安全局によって帰国直前に拘束されて、はい、未だ勾留ちょっとこれ解説解説って言ってますけどですね、解説わからんよね、これね。で、じゃあ国内にでどういうことが起きてるかって言いますと、日本国内においてはですね、国内のある電子機器メーカーに勤務した中国人男性技術者が、令和5年にスマート農業の情報を日本から不正に持ち出したとして、まあ、警察当局が不正競争防止法違反容疑で捜査してると、でまあ報道によるとですね、同中国人男性はですね、まあ、中国共産党員で、なおかつ人民解放軍のですね、と接点があって、SNS を通して中国にある企業、知人2人に情報をどんどん送信してで、まあ、この中国人男性すでに出国済みであってから、今後の捜査は極めて難しいということになってですね、もうできんやろ。で、中国に渡った技術はもう日本に二度と帰ってこないと、まあ、帰ってこないというかね、渡ってしまうたらね。ところがこれがものすごく問題なのは、この中国人技術者っていうのは、国内のこの電子メーカーに技術者として正式に、正当に入社して、で正当な業務の中で、正当なアクセス権を持って日頃から勤務してたわけですよ。ところが実はそのアンダーグラウンドでは国家の指令命令下にあってですね、で、技術情報を持ち出して国外に送信してた、つまり堂々とやってたわけです、彼は業務の中でですよ。それが問題なわけです。まあ問題というかね、ただ中国の、まあ、国安法では、まあ、どこにおろうがよ、世界の、世界のどこにおろうが言った命令が下ったら、それを聞かないかんっていう法律がありますからね。でね、まあね、そういうこともあって日本は、まあ、未だスパイ天国なわけですよね。そうですね。で今回ですね、その、まあ、そういう意味である意味秘密の保護っていう意味でですね、特定秘密保護法2013年に成立した、ね、特定秘密保護法とこの間の5月10日ですね、令和9年5月10日に高市大臣が非常に努力されて成立されたそのセキュリティクリアランスを紐解きながら、まあ、そのカウンターインテリジェンスまで迫っていこうかなと思うんですよね。で、まあ、特定秘密保護法のことをざっと言うとですね、日本の安全保障に関する、事項のうち、秘匿を要するものっていうものを政府によって特定秘密の指定がされてですね、で、まあ、それを扱う人間の選別がされて、で、まあ、どういうふうにそれを取り扱うか決めてですね、で、それに対する罰則もあって、で、これの要旨がですね、国及び国民の安全の確保に、
資するっていうところが要旨なわけですよ、うん、で、はい、安倍さんがこれをね、絶対必要だってことを作られたわけですよね、はい、で特定秘密の種類ってどういうのがあったらあるかってですね、うん、第1号っていうのは防衛に関する、はい事項ですね、第2号というのは外交に関する事項、うんはい、で第3号というのはですね特定有害活動の防止に関する事項とで第4号というのはテロリズムの防止に関する、ねうんはい、活動とでこれはですね大事なのは、よくねこれはあの、左翼の連中が言ってたんですけども、うん、あ今のいかんですねもう一回言います、うん、いいんじゃないいいですか、はい、もう一回これはですねよくですねあのこれに反対する人たちがよく言ってたのは、うんいわゆるこう民間企業とかねその、うん大学とかのね、うんいろんな情報の統制になるって話になったんだけどこれは対象としてはですね、はい、民間企業や研究機関、うん、大学が持ってる情報は基本は対象外なんですよ、うん、そうなんですよそこはね、うん、まあある意味自分たちでセキュリティを高くしていかないかんところでしょうから ね,、うん、ね特定秘密のね、うん、こう有効期限もちゃんとあって5年ごとに更新してって、まあ延長30年まで、うん、特別なものは60年までこんな感じになってですね、で大事なのがですね これを取り扱う人の適正評価の実施、うん、いわゆるクリアランスですこれがですね、はい、なんですけども、これは行政機関の長、うんそれから警察本部長によって施行されてて、うんね、でもその職員だったり、いわゆるこう出入りの業者だったりするんですけど、基本的にですねこの特定秘密保護法のですね対象者はですね、うん、民間人が一部含まれますけども、いわゆるこう公務員ね公務員が対象なんです、うん、そこがポイントなんですね、ええ、で適正評価の調査っていうのはこれちょっと多分耳が痛いと思いますよ、うんはいね、特定有害活動およびそのテロリズムとの関係がないかどうか、うんねでそれから犯罪および、懲戒の経歴がないかどうかですね、うん、それから情報の取り扱いに関する、今まで違法的な経歴がないかどうかですね、うんうん、それから薬物の、乱用及び、その影響がないかですね、うん、それから、まあ、精神疾患がないかどうかですね、うんうん、それから飲酒についての節度が保たれているかどうかですね、ちょっとここ引っかかるねそれから信用状態その他の経済的な状況がどうかですね、 あでねこれもちょっと微妙な感じ、ね、でこれの対しどこまで、ね、調べられるかって言ったらですね、その評価対象者と及び家族及び同居人、うん、なんかこれ奥さんとかだけじゃなくても同居人ですよ、でまあ、そ国籍もですね、それに含まれるんですけども、なるほどね、っていうことがこれ反対した人たちが、ね、一番困るところ、ね、とするところがよう分かるね、はい、で罰則があってですね、まあ、10年以下の懲役および1000万以下の罰金と、その従事する者がその業務によって、特定秘密を漏らした場合ですね、で違法な手段で特定秘密を取得した人間もですね、つまりスパイ活動した人間ですね、もう10年以下の懲役および1000万円以下の罰金と、はい、で未遂でも処罰されるという、で国外犯も対象になった、ね、なるほど、でね、まあ、公務員民間事業者一部ですね、それからね、マスコミ関係者を無理やり取り入ったらですね、これはね、あの処罰の対象になるんですよ、でね、もう一つ大事なのが、国会議員でも例外ではないってことですね、いやいやもうそりゃそうだろ、そりゃそうだろうばってんさ、でね、これぐらいじゃない人なんかいっぱいおりそうな気がするけど、まあ、ちょっとねそれ後半にどんどん話してくるんですよ、で、特定秘密保護法違反事例っていうのがですね、最近10年間なかったのに最近あったのが、2022年の12月に元一等会社、これ懲戒免職になったんですけど、OB にですねプロッと情報を伝えたことが発覚して、まあ、口頭であったため書面も残ってないということで不起訴にはなったんだけど、懲戒免職になっちゃって、で2010年4月陸上自衛隊と海上自衛隊で各一件ですね、いずれも特定秘密の外部流出はなかったんだけども、部下にこうね、を鼓舞するために言ったりとかですね、もらっちゃったんですよ、実は内緒の話だけどなんて、でそれがバレちゃって、ね、これはもう処罰の対象になってますね、でですね、じゃあこれは公務員を中心にそういうふうな、特定秘密っていうんでですね、秘密を守るということなんですけども、今回のセキュリティクリアランス法、これの正式名称は重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律ということで、令和6年の5月10日成立してるんですけども、これはですね、よくあるのは外国でセキュリティクリアランスを持っとらんかったら、外国の会議にも参加できんですもんねとかいうのがあるじゃないですか、ありますね、でそれ一つあるんですよ、実際それで、まあ、それがゆえに経団連の会長とかも早くこの法案通せ通せみたいなことをね、言ったりとかしてるんですけども、よく読んでみると肝は実はそうじゃないんですよ、ね、
まあ、それは一面でしかないんですね、うんうん、いわゆるですね、まあ重要はこの、法律の成立の背景なんですけども、はい、安保安全保障の必要さが高まっている国際情勢と企業からのニーズが背景、さっきのみたいな、ねうんうん、話なんですけども、はい、でこれは軍事非軍事も含めて、うん、全部含めてなんですけどね、うん、でさっき言ったように、同盟国のそういう企業調達のようなやつのに参加できるというのもあるんだけど、うん、もう一つですね、経済安全保障推進法というのが令和4年の5月に高市さんのもとに作られた、うんうん、つまり重要なインフラとか重要なその物品とかの保護とかですね、うん、でそういうですねこうそれに基づいてですねそれをそのセキュリティを守るために作ろうというのがあったんですよ、ええ、で、まあ、セキュリティクリアランス制度の概念としてはですね、まあ、国家における、情報保全の一環としての政府が保有する秘密の情報これね、うん、CI って言うんですね、ええ、クラスファイドインフォメーションって言うんですけども、はい、アクセス機関のために個人の適性を評価してアクセス権を認める制度なんです、うん、要はですね基本はだからそのお墨付きがあるとこいつは大丈夫なやつだとしますね、うんうん、なるほど、ね、でセキュリティクリア特定秘密保護法はさっき言ったようにこういう公務員が、主な対象だったのに、うん、セキュリティクリアランス法はですね民間人が主な対象なんです、これはですね、はい、でセキュリティクリアランスという言葉を日本語にするとですね、うん、秘密取扱者適正確認制度っていうのが、うん、セキュリティクリアランスって、はい、なんていうのか分かるでしょ、でね、まあ、秘密の種類をちょっと話しますと、うん、秘密もですねこうクラスがあって昔も日本軍でもねこう軍機とか、ねうん、軍国機とかいろいろあった、うん、国費軍国機があったんですけども、はい、日本 の, その現在その、一般的に言われている秘密の種類ってこれ世界共通なんですけども、うん、いわゆる秘密、うん、コンフィデンシャルって言うんですよね、それからシークレット秘密、うん、機密ですね機密がコンフィデンシャル、うん、で、うん、その次のレベルが秘密でシークレット、はい、でさらにその上のレベルがトップシークレット、トップシークレット、この3段階なんですよ、で当然この3段階ねコンフィデンシャルとシークレット、トップシークレットのこの3段階で扱うレベルの人も変わってくるわけですよ、それ基準もね、ああなるほど ね、はい、で今回の法律の概要をちょっと言うとですね、重要経済安保情報の指定、つまりですねこれは絶対重要ですよっていうあの安保の情報なんですけども、で これに関してはちょっと難しいんですけども、いわゆるこう日本の国民のですね安全を損なう事態を恐れなるようなものの情報、重要経済の基盤っていうのがあるわけです。例えば、電気のインフラだったりとかですよ、その空港の例えばそのセキュリティのインフラだったりとか、でそういうものの、経済、それは重要経済基盤っていうんですけども、そういうののプログラムだったりとか、そういうものの供給のですね、そのインフラだったりとかいうのが、はい、この重要経済基盤なんですけども、それを守るっていう情報があるんですよ。重要経済基盤情報っていうのですね、それを保護する、はい、その情報を保護する、これがですね、さっき言ったその、経済安全保障推進法っていうところにバッチリ載ってるわけですね、でそれを認定しながら指定しながらですね、その取り扱いの制限の規定をして、で適正評価をして、で最終的にその、まあ罰則まであるという形になってるんですね、はい、で例えばですねこの重要経済、安全情報って、安保情報ですね、安保情報っていうのは取り扱いで言ったらですね、普通の情報はですね、例えば政府から他の会社に渡ったとしたら、そのまたぎきで他の会社に流してもいいんですよ。ああ、そうね。ところが、この重要安保情報っていうのはですね、その政府から、まあ、ある会社を認定して下ろすじゃないですか。で、こっちの会社にも下ろすとはってんが、ここから先はもう行く先がないんです。つまりここ一方通行なわけですよ。で横もその情報を、絶対言ったらダメよっていう話やね。だから政府と会社、政府と会社でしかつながらないのがこの重要安保情報って言うんですね。で、まあ、重要安保情報も認定を受けて、まあ、これもあの特定秘密と一緒でですね、期限は5年で、更新で30年までと、で特に重要なものは60年までとなってるわけですけども、でね、ここで大事なのは政府とですね適用事業者との契約っていうのがあるんですよ、でこれが今ちょっと問題になってて、まあ、実は法案通ったけども運用するのにじゃあどういうものを整備していかなきゃいけないかっていうのが今からなんですよ実はですね、で
まあ、適合情報はですね、例えば情報の取り扱いがちゃんとセキュリティがうまくいっとるかとかですね、管理する人間がどういう人がいるのかとかですね、うん、その設備がどうなってるのかとかですね、うん、まあ、そういう教育がどうなってるか、そういうのがですね、適合者との契約がこれから先必要になってくるんですけども、うん、それがですね、まだちょっとまだ今からどうも進めていくような話みたいなですね、それからですね、まあ、さっき言ったようにこうセキュリティクリアランスの取り扱いの人を決めたらですね、うんうん、そしたら、まあ、あのそれにお墨付きを与えることでよその国のセキュリティクリアランスを受けなくても、うん、会議に出れると、うんうん、今でどうしようったかったらですね、現地法人を作って、うん、で、その国のセキュリティクリアランスを受けて参加しようったんです、うん、だから今回直接参加できる、また現地法人もにいる人も、うん、あの日本人じゃなかったりするわけですね。そうですね、はい、そういうことでね。でね、これ大事なのが、うん、適正評価の実施っていうのが、まあ、さっきの行政機関の長とか警察本部長とは一緒なんだけども、うん、はい、ですね、行政機関の長、国務大臣ですね、うん、内閣官房、副長官と内閣総理大臣補佐官、うん、副大臣、大臣政務官、政令で定めるものは対象から除外されちゃうんです、これが。なんで実はつまりそういう、あの要はこう総理大臣も含めですね、このセキュリティクリアランスのこの法案の、あの評価から外されちゃってる。あ、今言った人ですね、うん、なるほどね。そうなんですよ。受けんでいいってこと、受けんでいいってこと、この人たち受けんでいいってこと、ちょっとこうスルーでいいと、うん、いいって、なんか怪しかね、ええって話なんでしょ、うん、ね、っていうことはね、やっぱりもう有権者の紫三寸っていうかね、投票先で決まってしまう件がやっぱりちゃんと選挙は行きましょう、ね、ということですよね。適正評価の調査に関してはですね、うん、まあ、さっき言ったようにその、犯罪とか懲戒とか情報の取り扱いに関する、ね、うん、ね、権利がうんってあるんだけども、うんうん、一つだけ違うのは特定秘密保護法の中では、うんうん、まあ、特定有害活動及びテロリズムとの関係がないかっていうところの項目はですね、重要経済基盤既存活動の事故、まあ、テロリズムとしてですね、あ、なるほど ね、そういうのをぶっ壊そうとした、インフラぶっ壊そう、ね、インフラ既存活動の事故っていうことね、まあ、でこれもやっぱりさっき言ったように、家族とその、あとその同居人まで、で国籍までこう調べられるという話なんですね、はい、でですね、まあ、実際にそのどういうふうになるかという行政機関はですね、そのいろんな会社さんの事業者にもそのクリアランスを与えるんだけども、直接ですね、そこからこう指定された人間に対して政府が直接その審査評価してクリアランスを与える、個人に対して、つまり会社がその、ね、あのクリアランスを与えるんじゃなくて、国が直接個人に与えるというところが民間人に与えるというのが肝なわけです、でこれ罰則としてはですね、特定秘密保護法より軽くて半分の5年以下の懲役および500万以下の罰金ということです、で、まあ、国外犯、それからさらに法人も対象になるというところがちょっと違うんですよ、これですね。で、まあ、情報保護の立て付けとしてはどうなってるかというと、まあ、特定秘密の方が重要で上にあって、その下に重要経済安全保障情報というのがあるというふうな立て付けになってるということなんですね、なるほどね、はい、ありがとうございます。それではここからは谷口隊長のドガンドガンデラックスのコーナーです。こんにちは、谷口です。このコーナーではこれまで中国、朝鮮、ソ連、ロシア、そして米国と日本と関係の深い国々の近現代史を取り上げてきました。今回からいよいよ日本、この国が一体いかなる国なのかを追っていきます。その初回となる今回は日本の歴史全体から読み取れる3つの特徴についてお話をします。日本の歴史の一番の特徴、それはその古さだと言えます。2000年以上の間、一つの王朝、一系の国が維持されてきた国は、世界の中で日本だけです。神話の世界で建国された国が、今もなおそのまま続いている国、それが日本なのです。世界を見渡してみても、このような国は他にはありません。ヨーロッパにも、長い歴史を誇る国がありますが、その長さは日本の比ではありませんし、中国3000年の歴史といっても、それは中国大陸中央部での支配権をめぐって多民族間で争われた地域の歴史であり、一つの国の歴史ではありません。この点において、日本の歴史は特異であり、似たような国さえ存在しないと言っても良いでしょう。
日本の歴史の2番目の特徴、それはこの長い歴史の中で日本が外敵を意識して一つの国としてまとまったのは実はほんの数回しかなかったということです。その時代とは飛鳥時代の大化の改新から律令国家構築までの時代と鎌倉時代の元寇に備えこれをしのいだ時代、それに幕末から明治以降の西洋列強諸国の脅威にさらされた時代、このわずか3回、それ以外の日本は普段外敵の存在を意識することすらない一族一党一門の国、争いといえば蘇我一族と物部一族、平家一門と源氏一門、足利家と織田家、豊臣家と徳川家などなどファミリー間の抗争に終始する国だったのです。これは今でも国益そっちのけで党利党益が重視される政治の在り方を見るにつけ本質的には変わっていないと言えるかもしれません。むしろ戦前のようにはっきりとした国家観を抱き危機意識を持って取り組んだ時代というのは長い日本の歴史に照らせば特異な時代だったとさえ言えるかと思います。さらに日本の歴史の3番目の特徴は先の世界大戦後戦勝国によって歴史の書き換えが強要され、それが未だに尾を引いているということです。先の大戦で日本は米国、英国、中国、オランダ、オーストラリア、そしてソ連と世界の大国を相手に4年間も戦い、そして敗れました。戦局が厳しくなった中でも日本軍は最後まで諦めることなく犠牲心を発揮して戦い続けましたが、そのような日本軍の戦いぶりは敵国にとっては大きな脅威であり、戦後その秘密を日本の歴史に見出した戦勝国は日本に対しこの歴史の書き換えを強要したのです。その内容は先の大戦にかかる近現代史観だけでなく国の始まりにまで遡る大掛かりなもので、その骨子は戦勝国は正義の国、敗戦国日本は悪の国、日本の長い歴史は非科学的で曖昧なことばかりであり愛国心を持つには値しない国との意識の植え付けです。そして筋金入りの左翼の人たちが連れてこられ、そのお先棒を担いだのです。残念なことに敗戦という未曽有の混乱期において占領軍の力は強く、加えて国家意識より所属集団への帰属意識が強くなる日本人の特徴がこの歴史書き換えでも遺憾なく発揮されてしまい、反日の学術組織や教育組織が作られ、そのような村社会の内側で日本人が日本の歴史を競って貶める、いわゆる熱暴走をし始めたのです。ここまでお話ししたところで時間となりました。次回以降これらの特徴の一つ一つを取り上げてお話していきます。2000年、国の意識は3度のみ、加えて書き換え闇の日本史、谷口でした。はい、谷口隊長のドガンドガンデラックスのコーナーいかがだったでしょうか。それでは後半に入っていきたいと思います。はい、まずは、はい、このねセキュリティクリアランス法っていうのにですね、うん、反対、まあ、成立するまでにですよ、うんうん、やっぱり反対の動きというのがたくさんありましたよね。ありましたね。これ、まあ、国民からすればこんなの当たり前の話じゃないですかというような感じなんですが、うんうん、これに反対した人は、ね、どういうつもりで反対したのかっていうところ。セキュリティクリアランス制度のですね、今回の法案のですね、可決のからくりを見ると非常に面白いのは、はい、まあ、自民公明両党でしょ、うん、なんとね立憲民主維新国民民主党が賛成で可決してるんですよ。立憲も賛成したの。立憲も賛成です。でね、これの立憲の賛成にはですね、多分組合があるんですよ、あバックに。なるほど。経団連のね、あの会長がそのね、あのあそっか早くにもう早くせえって言ったともあってですね、うん、組合も関係するんです。で共産社民令和反対と、で日弁でも当然反対、いわゆるまあ、それらには特定アジア国家の鍵がちらほら見えるわけですけどですね、日弁連もね、うん、まあ反対ってどうでもいいってやけどね。でね、反対派の主張は面白いんですよ、うん、まずね、知る権威に悪影響と
シュルケイン。ね、でも、ね、守らねばならないんですね。秘密があるのに対して、シュルケインに悪影響。それからね、プライバシーの侵害。つまり、こう、いろんな、こう、認定するにあたってですね、国家企業の危機管理上で非常に重要なはずなのに、だって、ね、それが一番大事なところじゃないですか、ね、国籍とかって非常に大事でしょ。そうそうそう、ね、国籍大事ね、ちょっとね。それからね、これが企業の国家統制になるっていう人がいるんですよ。で、違うんですよ。むしろ企業の重要情報を守るものであってですね、そうなんですよね。でね、科学技術の研究の自由が失われて日本の国力を追加させる。バカかっちゅう話。論外でしょ、反対言葉ばっかり言うらしい。論外でしょ。ね、ね、面白いですよ、ね。だってさ、研究させんって夜やね。で、問題はですね、じゃあ新法の影響で、どこまでこれをね、こう、使えるかどうか。最近ですよ、内閣府の再エネタスクフォースの民間構成員である自然エネルギー財団の大林民間事務局長がですよ、まあ会議に提出した資料の中に、中国企業である、国家電網公司、はいね、いわゆる中国のですね、国家送電会社の意味ですけども、の透かしのロゴが入ってたんです、はいね、まあそういうのは問題は何かってですよ、この大林美香っていう人はですね、まあ調べたところによるとですね、まあこの国家電網更新ですね、2019年まで非常に頻繁に出入りしとったりする人なんですよ、で反原発運動をしたりとかですね、いやいや反原発運動ならまだいいわって、その昔成田闘争でも闘争してた人じゃないですか、まあ、そういうね、そういう人がね、こういうですね、日本の重要インフラの会議に ね出入りしてること自体が問題だと。これ5人の中の1人なんですよね。でね、でまあこの人は辞任したんやけど、すぐ辞任、それがね、でその挙句の果てには自然エネルギー財団のですね、事務局もその辞任してるんだけども、でその自然エネルギー財団のホームページを見るといっぱい言い訳が書いてあるわけですよ、今はそのね、進めてないみたいな話をですね、で、まあ問題はですね、このセキュリティクリアランス法制度でですね、政府内を蝕む外国人の代理人をですね、排除できるのかどうかっていう話ですね、でもう一つ問題があるとかですね、でもっとすごいのが最近あってですよ、参議院でですね、町田新平議員、これ宮崎選挙から出てるんですけども、この町田新平議員の秘書とされる、中国籍の女性が、まあ中国の海岸交番であるですね、団体、福州中央連合地で、これあの東京にあるんですけども、まあ、常務理事だったんですよ。で要はこれですね、このお姉さんですね、コロナの給付金詐欺で捕まっちゃったんです。あ、茨城でマッサージ店なんか聞いたような、しとってマッサージ店じゃなかったんですよ、あのいわゆるこうね、変なマッサージ店ですよ、場所って。でもそれ、それでそのコロナの給付金をもらってですね、それ詐欺で捕まっちゃったんですけども、あ、はいはい、ね、まあ、この人はこのおじさん何しようらすと、おじさん、ま、普通もうしようらすよ、しようらして、まあ、こうもう嫁はんからもあいつ捕されるみたいな感じで、めっちゃボロクソ言われたらみたいですね。でね、でもこういうのはですね、既存の法律でですね、いわゆるこう規制できないんですよ、でね、絶対必要な反スパイ法って話をするとですね、反スパイ法がないっていうことは、スパイは合法ってことになっちゃうわけですよ。まあそうですよね。でね、世界広、いや合法じゃないですか今。でね、世界広してでもね、反スパイ法がないのは日本だけと。でね、いわゆるこう日本はですね、その公安も含めてですね、その一生懸命スパイ行為をですね、取り締まるにあたって、まあ例えば、まあ外為法だって、改正外為法だったりとかですね、不正競争防止法だったりとか、まあ変な話、住居侵入だったりとか、いわゆる別件逮捕をするわけですよ、でね、いわゆる軽微な量刑で、もう最高でも1年とかですね、軽微な量刑で終わってしまう件が、まあ、スパイも全然楽勝なわけですよ。そうよね、でそれでもう帰りゃいいもんね、で外国ではね、ほぼ死刑か無期刑なんですよ、そうやろ。でね、そそうやろ、まあ、言うたらですよ、アメリカみたいな民主主義の国、それからなんかの例えばスウェーデンみたいなですね、社会主義でもそのほら福祉国家でもですね、スパイ法ってあるんです、反スパイ法ですよ。でね、反スパイ法反対派の主張なんですけども、戦前の軍機保護法とか国防保安法の下で情報が隠されて、完全に情報が統制されて侵略戦争が進められたみたいなこと言うんだけども、あ、まあ、それね、大東亜戦争のね、まず解釈が誤りですね、まあ、ね、そもそもが間違うで、ね、そゾルゲ事件の結果どうなったかって、日本のね、ソ連侵略をに利したわけですよ、結局ですよ、
だよね、スパイ法っていうのは非常に重要なわけですよね、うん、で、まあ、憲法の保障する言論表現の自由をはじめとする国民の基本的人権を侵害し国民主権主義の、存立基盤を崩壊させないみたいなこと言うんだけども、おいおいおいって、ね、うん、それ中国に工作によってですね、うん、我が国の主権が崩壊してしまったらですよ、どうなるかって、うん、まさに統制社会になっちゃうわけですよ、ね、そういうような、うん、ね、そうそう言いたいものも言うわれって話なんですよね。その人たちソ連寝ろうとるけん、まあまあまあですよ、いやいやいやでね、まあ戦後80年ですね、まとめに入りますね、はい、まあ、我が国にはスパイに対する法律がなくて、まあ、中ロ北線傾斜やありとあるまず CM 含めてですね、ありとあるスパイ工作に対するですね決定差が全くなくて、うん、はい、もう非常にですね公がする苦労したわけですよね、まあ、今回高市大臣の努力でですね経済安全保障のセキュリティが強化されました、はい、でも新法はですねまさにイロハのイでしかないんですよ、うん、始まりってこと、うん、始まり、うん、まだね本丸の反スパイ法がないままではですね、そうね、我が国のカウンターインテリジェンスとしては未だ片手落ちてあらちゅうことなんですよね、うん、そうですよね、あ、まあ、ゆうちゃんの言う通 り、ね、はい、そしてさ、なかなかね、まあ、やっとこれができたけんいいとばってんが、もうすでにもう外観誘致罪で捕まらないかんような人たちがたくさんいらっしゃるんじゃないかなっていう今のこの世の中じゃないかなというふうに思いますので、まあこの法律がですね適正に運用されることをですね願ってやまない限りでございます。本日のほどほどステーションセカンド、いかがだったでしょうか。本日の放送や過去の放送は YouTube でもご視聴できます。 YouTube でFM 唐津ほどほどステーションとご検索をください。本日はこれまで、皆様もほどほどにお過ごしください。さようなら。